や、カローラクラス初めて運転しますけど、しっかり走ってますね、これ。視界がすごくいいです。SUV モデルカローラクロスに乗っています。今回の試乗車はハイブリッドの FF モデルですね。そしてグレードなんですが、一番上級モデルの Z になっています。今回私も初めてカローラクロスに乗るんですが、まあ、今までカローラのスポーツだったりあのワゴンモデルに乗ってはいるんですが、乗り出しからちょっとそのモデルとは違うなというふうに感じました。まあ、というのも、まあ、まずはまあこのボディの大きさ大きいので、こうもちろん座っている位置が高めに設定されているので視界がすごくよく見えますね。まあ、さらにそのボディが大きいっていうと、まあ、運転しづらいんじゃないかなとか取り回し悪いんじゃないかなっていう印象を受ける人もいると思うんですが、まあ、実際運転してみると、まあ、その横幅だったり大きさをあんまり感じないでスムーズに運転することができますね。あとは運転してみたフィーリングなんですが、カローラスポーツなどはもうちょっとキビキビアクティブに動いてたイメージがあるんですけれども、このカローラクロスは懐が深いというか、あまりこう機敏に車が動いたりしないので、それは悪い意味ではなくて、こう素直なハンドリングで走っていけるので、本当にどんな人でも乗りやすいモデルになってるんじゃないかと思います。ハイブリッドモデルというと、まあ、ちょっとこのギクシャク感とか違和感を感じるモデルっていうのもあるんですが、まあ、やはりトヨタ長年ハイブリッドをやってきているというところもあって、この SUV モデルに落とし込まれてもすごくスムーズに運転することができます。パワーもしっかりあるので、まあ、今日結構坂道上り下りいろいろあるんですが、まあ、上り坂もぐんぐん上ってきますし、この 1.8 リッターのエンジンとモーターの組み合わせ、まあ、すごく日本で乗るには最適なんじゃないかなと思いました。ハイブリッドというとやっぱ気になるのは燃費ですよね。で実際今日、まあ、約100キロぐらい、まあ、一般道であったり高速道であったり、まあ、ちょっとしたワインディングのような道も走ってきて、なんとここのモニターに表示されている平均燃費が23キロ超えてるんですよ。これやっぱりトヨタのハイブリッド驚きだなっていうポイントですね。まあ、WLTC モードだと 26.2 を今あのカタログ燃費で書いてあるんですが、まあ、実際実燃費でこの20キロ以上超えてるっていうのは、まあ、なかなかないモデルですよね。この SUV モデルで、まあ、このぐらいの大きさだとやっぱり燃費ってどうしても下がってしまいがちなので、これだけしっかり実用燃費が出るっていうところもこのカローラクロスのハイブリッドの、まあ、嬉しいポイントの一つだと思います。いや、このカローラクロスこうめちゃくちゃとんがってるみたいなところは、まあ、ないんですけれども、まあ、例えば運転のフィーリングだったり装備の充実しているところだったり、まあ、あらゆる使い勝手とかそのあたりも全てひっくるめて、まあ、どれも平均以上にできているっていうところが、まあ、すごくて、まあ、欠点がないっていうところがこのカローラクロスの一番のいい点なのかなと思います。最初はカローラクロス、カローラ初の SUV と聞いて、いやどんな車なのかなって思ったんですけれども、実際に運転してみてこのカローラクロスも本当に平均的に優れているカローラの長所をしっかり受け継いでるんですね。やっぱ名前だけじゃないんだなと思いました。しかもカローラクロスは SUV なのでユーティリティも高いですし、まあ、さらにアクティブに、まあ、いろんなところに行ったり活躍の場が広がりそうですよね。これからカローラクロス、まあ、たくさんの人に愛される車になるんじゃないかなと思います。